きたいとこはどっちだ。さあ今突き抜けろ。はい、皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今日もですね、藤井風さんの歌声聞かせていただきながら勝手に歌声解説させていただこうと思いますけれども、今回もねまた面白い投稿をいただいてますよ。これはチャムさんですね。もう10日ぐらい前になりますけどありがとうございます。サックスをね吹いてる15歳の時の藤井風さんの動画を見させてもらって解説してさせていただいた時のコメントですね。毎日のリアクションを楽しみに待っております。本当にありがとうございます。とっても嬉しい。12歳の頃からやってるんだ。 YouTube に無数の投稿しているので見始めたら抜けられませんと。中でも圧倒的人気のアダルトちびまる子さん、これ昨日のね、あの日産スタジアムのフリーライブの時にそれが曲目に入ってて、これ何なんだろうとすごく興味があるって言ったまんまね、昨日は1曲目のこうキラリだったっけあれね、見させていただいた。違う違う、そこにはなかったわ。あのアルバムの曲目になんかあったんですね、アダルトちびまる子さんって。何なんだろうこれって言ってたところにそのねリクエストコメント来ておりましたので、リクエストコメントというかね、こうやって教えていただきましたので、早速今日はアダルトちびまる子さん見てみたいと思うんですけど、その他にもね、椎名林檎さんカバー長く短い祭りと、それからオリジナルラブのカバーの接吻ね、ダーダーダー、あとわすごいいろんなカバーもあるんだ。ちょっとその中でも群を抜いて私が興味があるアダルトちびまる子さんでね、これ公式動画に来たらね、見た感じこれ大丈夫なんですか、これアダルトちびまる子さんというタイトルの動画、藤井風さんの公式動画に上がってますけれども、まあどう見てもこれはですよね、そのまる子さんを彷彿させる黒いウィッグというんですか、カツラと赤いパーカーを着ております。そして藤井風さんこれあぐらかいてるんですかね、これ椅子の上にね、なんかそんな感じに右膝が見えてますから見えますけれども、それでは5年前にアップされております、今すでに778万2825回視聴、だからこのね、チャムさんが教えていただいた10日前からまた2万回増えてますけどの、動画「マルコ大人の階段を登るの巻」踊るポンポコリンジャズバージョンと書いてます。2018年8月16日にアップされた動画、それでは今から見てみたいと思います。3分03秒の動画いきましょう。再生ポコン。テンテテ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 テ、なんでもかんでもみんなかっこいい踊り踊っているよ、お鍋の中からぽわっとインチキあちょいつだかっこいい、ちょ忘れないエジソンは偉いヒット、かっこいいコードの調子きたパラリラペやらパッパパラパかっこいい、ピーヒャラピーヒャラおっぱパラパピーヒャラピーヒャラ、おへそがかっこいい、おへそがちらりパッパパラリラピーラ、うまいパパラパピーヒャラピーヒャラ、踊るポンポクリンパカポンポクリン、お腹が減ったよテラレッツてててっていうかっこいいベースライン、てててげて、今度左膝も出てきましたよ、あれ右膝かあれ、てて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 そんなのかっこいい、か常識パパパラリパパピアラピピアラパパラパ
ピアラピアラおへそがチラチラリパパパラリラチアラピアラパパパラパピアラピアラ踊るポンポコレお腹が痛いよ。髪を振り乱してあー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 あお腹からあ、まるであ、後ろ側がここで線の入ったまるちゃんの顔、すごい素晴らしい。もう一つの動画のクオリティとして素晴らしいね。まあね、弾いてる時にちょっとこうね、豊満な感じのお体に見えましたから、なんかこう詰め物してるのかなとは思いましたけど、まさかのそれがまるちゃんの顔のクッションで、ずるんとまるちゃん出てきたと思ったら、後ろっか見るとこうデーンってね、目んとこに3本線入った、そういうクッションをお腹に入れていたという、動画のクオリティとしても非常に素晴らしいですけど、まあでも、まあ、ジャズバージョン、まあ、ちびまる子ちゃんのね踊るポンポコリンという曲ですけど、私は今聴いててね、もちろんその今までいろんな藤井川さんの歌声を聴いてきたり演奏を見てきて、まあジャズの要素だけじゃなくてね、いろんなこう音楽的センスというか引き出しがたくさん入ってくる中で、まあ藤井風さんのオリジナルの曲の中でもそうですけど、何を歌われてもきっとそのねテイストがいろんなところにも自由自在に出てくるという、その素晴らしさを今感じながら聴いてましたけど、一番の驚きはやっぱりポンポコリンっていう言葉がね、これってB.B. クイーンズというね、方たちが作って歌われてた有名な曲ですけど、まずちびまる子ちゃんの、まあ、アニメの主題歌ということで、まあ、非常にこう聴いてて楽しくなるような、もっと言ったら歌詞にはなかなかそぐわないようなピーヒャラピーヒャラとかね、ポンポコリンみたいな言葉っていうのは、まあ、どうやって歌ってもあまりかっこよくならない、ちょっと面白い感じになるという言葉をあえて選んでポンポコリンにしてると思うんですよ。だからその言葉をこのジャズアレンジにした時、後ろ側の演奏もね、歌ってるメロディーもめちゃくちゃかっこよくなってますけど、ポンポコリンという歌詞自体は変えられないんで、これをどういうふうに藤井川さんが歌うのかなっていうのは非常に興味があったんですけど、あんなかっこいいポンポコリンってあるんですねちょっともう一回聞きたいな。2回ありましたよね、ポンポコリン。ちょっと2ついこうよ。1個目のポンポコリンが結構私は衝撃だったんですけど、ちょっとパパラパー4秒45秒、パパパラパーピーヤラピーヤラおへそがチラリ、ここのリズムも書くね、おへそがチラリラピー、パッパパラリラもね、かっこよく歌うの難しいけど、この後ピーヒャラ踊るポンポコリンなんかそういう英単語みたいですよね、ポンポコリンね、なんかトゥーポンポコリンズ、ね、なんだかわかんないですけど、これかっこいいわ。59秒からマックがポンポンポコリンそして後半もあったね、1分35秒もう一回この辺から、あもうこれ終わった後だね、パラリラ1分35、パラパピーピアラピアラホタルポンポコリン、ちょっとメロディーも相当おしゃれになってますけど、タルポンポコリン、いやこれはね、今までもいろんな歌声を聞かせてもらって声の響きとか歌い回しもかっこいいなと思いましたけど、
ポンポコリンをもってしてもやっぱおかしく可愛らしくならない藤井風さんの歌い回しの凄さ、もうこれはもうポンポコリンに本当集約されてると思いますよ。いやーなんか BB クイーンズの方もびっくりだと思います多分これ。これは誰が歌っても楽しく可愛くなるためにポンポコリンという言葉をたくさんの言葉の中から見つけてもドンピシャハマってたのに、藤井風さんにかかるとめっちゃかっこいい。ポンポコリンパープグリーン、もう何だって多分いけちゃうんですね。でこれもう見た感じもちょっとだって面白いじゃないですか。でももう本当にまあ弾いてるコードもそうだし歌のメロディもちょこっとずつこうジャジーな感じに変わってますけど、その全ての選択肢がもう全部かっこいいし、しかもこれ多分今これね一発撮りでこの動画撮られてると思いますけど、これって多分もう一回やったらまた違うメロディになると思うんですよ。でそういうもう根本的なところは基本あるけど、その中でその時のテンションでその時のこうインスピレーションで歌うことが全部かっこいいメロディー表現になってるという、その藤井風さんのかっこよさが元々の曲が可愛らしいコミカルな曲だからこそより響く、より堪能できるアダルトちびまる子さん、これはぜひ皆さんね、見たことないよという方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、ファンの方もね何回も見てると思いますが、ぜひ見たことない方に見ていただきたいと思います。これは元気出ますね。そして歌の可能性をより感じますよね。あんな華やかな踊るポンポコリンがこのピアノ1本とかね鍵盤1本で歌う人が歌えばこんなにおしゃれになるんだぞという、いやー非常に面白かった。まだねチャムさんご紹介していただいたカバーありましたので、またこれも見ていこうと思いますし、明日以降もですね藤井風さんの歌声解説どんどんと勝手にさせていただきますので、皆さんもしよろしかったらまだまだねチャンネル登録してなかったよという方していただいて、明日以降も楽しみにしていただけたらと思います。ということで皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。